よろしくお願いします。お疲れ様でした。ただ今の演技振り返ってみていかがでしたか？今までで多分一番いい演技ができたんで良かったです。でもあとちょっと点数がもう少し出ればちょっと少し不満が悔しい気持ちがあります。全体的には、全て練習を出し切ったという感じがしてて、去年最後のポーズがちょっと決まらなかったので今日すごいぴったり合って、なんか最後はなんか気持ちよく終われました。後半についてどんどん激しい踊りになってきたと思います。どんどん会場も引き込まれたと思いますが、そのあたりいかがでしょうか？そこは自分たちでちょっとスローからテンポアップするところで会場を盛り上げるように自分たちも盛り上がっていくように練習してきたんで、それができてよかったです。曲調が2回変わるんですけど、真ん中のスローのところと最後の激しくなっていくところの区別がつくように練習してきたので、それが現れてたなら良かったなと思います。では今後に向けて意気込みをお願いいたします。そうですね、今のところとりあえずここの全日本に目指して頑張ってきたんで、その後のことは全く考えてなかったんで、はい。ここまで、とりあえずこの全日本で今までやってきたことをちゃんと出すっていうのがまず目標としてあって、でそれを前提にやってきたので、やっぱりこの先はちょっと話し合っていかないといけないなと思います。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。